はい、皆様こんばんは。11月4日月曜日、158回しゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日のマッスルはですね、朝から、あれですね、雨が降ったりやんだりというお天気でした。今日のゲストをご紹介いたします。マッスルマンドリンクラブで活躍中の仲間の皆さんですが、こちら左から、堀内義人さん、それから田中博さん、宮原静子さん、それと演奏してくれる仲間なんですが、第一マンドリンの宮林恒子さん、それから第二マンドリンの中澤由紀子さん、それからマンドラ町田初子さん、それからギターの田島千恵子さん、以上の方が今日演奏していただきます。はじめにですね、マンドリンのあれですね、こういったこの間演奏会があったんですけども、真っ白文化ホールでやりましたけども、はい、あのところはいかがでしたですかね。大勢の人が来てくださって、はいはい、楽しみにしている人も大勢いますんで、はい、正解だったと思います。ああ、そうですか。はい、田中さんいかがですか。そうです ねやはりお客さんが随分とね足を運んでいただけますんで、はい、やっぱしこちらの演奏者としてはやっぱし励みになりましてね、この天気予測に本当に力になります。あ、そうですか。はい、宮原さんいかがですか。はい、前回の演奏会からいつも普通は1年ぐらい期間があるんですけれども、今回はちょっと期間が短くて練習時間がちょっと足りないかなっていうところがありましたので、どうかなと思ったんですけれど、はい、何とかうまくまとまって、はい、お客様にも大勢来ていただいて、よかったと思います。あ、そうですか。はい、どうか。私もちょっとね顔出して、聞きましたけど結構楽しくてね、満席でありがとうございます。歌歌ったりとかってやって、よかったなと。歌の方もね楽しみにしていただける方が、はい、なんか大勢いるみたいで、はい、よかったです。ああいうのはやっぱりいいね、みんなでこうやって集ってやれるっていうのがね、いいと思いました。はい、あとこちらですね、50マンドリンの創設が昭和50年だって言ってね、これで現在、これで38年になりますかね。この中で38年っていうか、はい、一番古株は私が。ああ、そうですか。じゃあ堀さんは今ちょっとお年聞いちゃうけど何歳。82歳です。82歳。はい、えらいかくしゃくしゃしていて、ね、ちなみに田中さんは何歳。あ、私ですか。うん、私は64歳です。宮原さんは聞かないで。そうです、ね、かりました。あとあれですよね、昭和51年にこういう演奏会があったりとかってね、ありましたね。これはどこであれしたんでしょうね。松代小学校の講堂 で、はい、あ、講堂でね、そういう広い場所がなかったもんですから。あ、なるほど、ね、お借りしたんです。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと上にあるの松代の小学校の校章があってね、松代は、はい、まあ、結構広いところではあったんですけどね、やっぱり転々としてるあれだったんですか。そうですね、その当時はね、その次あたりから公民館の、あ、この下がそうですね、はい、公民館のあれですね。はい、うん、公民館の舞台、はいはい、これも第1回演奏会ってありますね。これもあれですね。でその後ですね、平成元年これがあれですね、マッスルマンドリンの15周年ですかね。そういうことですよね。そうですね、そうですね。これが一応その時の冊子ですね、15周年の冊子。これもあれ、堀さんあれですね、経験はしていて、はい、作ったのはこっちで作ったんですけども、はい、もうカメラマンが取材してくれたんです。あ、なるほどね。はい、それでできた、うん、ここなんか見てもらうとね、堀さんが、あ、こちらか、ずらーっとこう
古かぶってばおかしいけど、ね、並んでまして、でもすごいですね、若いですもんね、これ見るとね、皆さん ね、 そうですね、うん、30年の前っていうあれだってね、約40年近くだからね。でこの当時はどうですか、これだけ人数たくさんいてっていうのは。そうですね、うん、この当時はやっぱりマンドリン教室、それからギター教室というのもありましてね、うん、それでクラベンと総勢で50人は越してましてね。ああそうですか、はい、一番の最盛期ではなかったかなと思いますけどね。この時は宮原さんもあれだね、この中にはいるんですよね、若き師枠の中におります、うん、なるほどね、はい、あとはこういうこの ちょっとアップしてもらっていい、ちょっと引っ張ってもらうと分からない、もっと大きくしてもらうと。でこれが一応10回マドリー演奏会、はい、これどこでやったですか。これはあの 文化ホールで、文化ホールでね。この下のやつも同じですかね。そうですね、これもやっぱりあれですね、直帰も新調したみたいな感じですけど、はい、あベストか、ちょっきって言っちゃうごめんなさい ね、 ねこれでも赤いってこれみんなであれですか、揃えたんです。揃えたの、はい、こういう色にするってのはみんなで決めたんですか。みんな代表の人が行って買ってきたんです、うん、ああそうなんですか。じゃあみんなこれ気に入ってるっていう形でいいですね。そうですね、はい、この上のあれはどうしたですかね。これこれはエコールド松代春の祭典の時の写真ですね、この日もあの演奏に毎年ですけども、近年、まあ、昨年は出られなかったんですけど今年は一応参加させていただきました、はい、真っ白城の東側のところの、ね、なんかステージかな、はい、二の丸の、ね、そうですね、あ二の丸だのステージでね、はい、でもこれ結構人数少ないですね、やっぱり欠席者結構いたってことですね。そうですね、やはりその時に都合できる人っていうことになってしまいますね、どうしてもね、まあ、はい、強制的なあれじゃないんだよね、はいはい、あとねあの、うん、ステージの広さの問題、そういうこともあるか、みんなで行くと塗りちょっとああそうかそうか、はい、なるほどね、だからある程度絞ってっていう形なんですね。そうですね、出られる方が都合つけて出ていただくっていうような形で、うん、あのずっとやってきたんですけど、あなるほどね、はい、あともこういうそのなんていうんですかね、あの、まあ、マンドリンクラブをねこれだけ大人数で、まあ、出入りはしてるんだけどうまくまとめるっていう秘訣って何でしょうかね。そうですね、うん、あの練習日に出てきやすいうちで、だから一生懸命、うん、あの主婦の皆さんだから、うん、もう普段一生懸命やってると思います、うん、うちのことをね、うん、だからあのその日は晩に練習出てきやすいようにやってるんだと思います、うん、あなるほどね、はい、まあ、個人的にはもうみんな各自、うん、自分の持ち場のあれを練習してるってことですよね。 で、 す、うんうん、でこれあの田中さんあれみんなこう集まった時に一つのあれにまとめなきゃいけないっていうのあれあるじゃないですかね。そういったのってのはどうするですかね。そうですね、ちょっと難しいことはあるんですけども、なかなかねこう参加したくても家庭の事情でなかなか出られないっていう人もいますしね。でまあ無理にして出演させるようなことをすればやはりそれが重みになりますので、ね、やっぱりそれは自由に各自の自由で参加させてもらうっていうような形に持っていかないと ね、 あなるほどね、うん、やはり難しい面がありますよね。まあ、ある程度自主性を重んじるみたいな形のあれが ね、はい、うん、宮原さんどうですかね、そういったそのいろ、まあ、主婦の立場って言えばおかしいけども、そういった感じでね、あの、はい、なかなか仕事も家庭も持ってて、ね、はいはいはい、あの皆さん同じような条件でやってるんですけれど、うんうん、やっぱりあの週1回 の、 その息抜きというかね、うん、あのストレス解消というか気分転換といいますかね、うん、そういうようなことであの、うん、皆さんその日に出られるように、うん、普段は他の日は頑張って、うん、その日はあの胸を張って出てこられるようなお父さん出てきますよ、うん、行ってきますみたいな形で、ね、頑張ってるんだと思います。あなるほど、はい、なるほどね、わかりました。あとあれですね、このやっぱり
いろんな練習、まあ、するっていうのもあれだけど、こういう、なんですけどね、そうですね、合宿か、はい、合宿もやっぱり皆さんやってるんで、これ見ると、ね、はい、何回もやってるみたいですけど、はい、毎年やってるんですか。うん、やはりこれもね、ええ、あの家庭のなかなか理解がないとね、うん、なかなかできないことなんですけどね、うん、やっぱり一泊二日でやってるんですけどもね、はいはいはい、やっぱり集中して練習するっていうのはこの合宿の時ぐらいしかないんですよね。あ、みんなさ集まってね、はい、そうですね、はい、それでまあこの時にまあ一応練習も大事ですけども、はい、やっぱしこの人間関係ですかね、うん、やっぱしこういうことでなんかいろいろな面が見えたりしてね、うんうん、楽しく合宿が終わるってことになれば、うん、また次の合宿にもまた楽しく、じゃあ楽しみにしましょうっていう感じになりますんでね。なるほどね、はい、うん、まあ、こちらのもなんかキャンプもやったりとかっていうのあるんだけど、それは合宿行った時それとはまた別ですか。うん、もう楽しみのことは、うん、あの、まあ、別です、うん、はい、別ですかね、うん、日曜日にね、はい、の行くようにしてます。ああ、別口でね、なるほどね、わかりました。あれですね、まあ、そろそろ時間にはなるんで、まあ、生演奏もちょっとやりたいなっていうのはあるんですけれども、いいですかね、生放送ちょっとやっていただいて、じゃあよろしくお願いします。まあ、それやった後もうそのままあの終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではお願いいたします。23年24年の、ね、演奏会が真っ白テレビの方で、アップされておりますので、ぜひまたご覧いただければなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
労さんでした。いやいや、いやどうでした今、よかったです。生放送っていいね。よかった。あれ三田さんじゃなくてね、バンドリングはいはい、よかった。そうですね、はいはい、了解です。ということでね、さん、来週は来週ね、またちょっと私もやらさせていただいて。三田さん、パーソナリティ、はい、ご苦労さんで、はい、と。今回ね、毎週毎週ご苦労さんですね。うん、こういうね、12回真っ白現代美術フェスティバルってちょっとやったんですよ。はい、でね、新大の、先生、教授なんですけど、木村先生に、ちょっと出ていただいて、はい、もう12回やった。もしかしたら今、文部科学校でやってる。あ、そうです、あ、あの方、うん、いや素晴らしいですよ。あの映像見ました？見てないね。見てない。はい、私は見ました。素晴らしいです。うん、そういうことで、はい、そういうお話をね、ちょっと聞きたいの。そういうことで、どういうことですか？いろいろと、ね、いろいろとやってますんで。はい、わかりました。いや、素晴らしいですね。うん、まだ文部学校やってるんでしたっけ？やってますね。やってますね。はい、ではね、皆さん、ぜひ、ね、まあ、あの本番もね、見ていただいて、うん。見ていただきたいと思います。はい、という、その信頼の、はい、まあ、一応ね、ちょうど終わってから。終わってから。はい、お話をお伺いしたいと思います。わかりました。はい。素晴らしいですよ、映像でね。はい。はい、そんなことで。それでは、来週のしゃべくりマスロ、どうぞお楽しみに。お願いいたします。はい。後ろはあなたの街、それそれそれくりの後ろ、また見たね。